Let's go.文京区目白台にある鉄砲坂。この坂もまた実に走りたくなる坂である。今日は日本人のお話。外国人から見ると日本人はよくメガネをかけているイメージを持たれたりします。他にも手先が器用でより機能的なものづくりに長けたイメージ、あるいは勤勉で誠実なイメージもありますが、これらは戦後日本の成長を支えた原動力でもあったのです。また身体的な特徴もあります。いわゆるモンゴロイドに属する日本人の頭はヨーロッパ人に比べると頭の鉢と呼ばれる部分が高く彫りが浅いなどの特徴があります。さらに独自の文化により育まれた和の精神も特徴的です。例えばおもてなしの精神は古くから現代まで脈々と受け継がれてきた日本人ならではの心。そんな日本人のことをよく知っているメガネ、ジンズ、エアフレーム。このメガネならメガネをかけた日本人という表現が褒め言葉に変わるのかもしれません。